さあ出番が近づいております。はい、パス。ルール分かりますか？分かりません。イーブンイコールですね。イーブンル、あれなんだ、イコールポジション。では誰が一番点数を取れるか。はいはい、ルールも今から見込んでやる。はい、そして、ただいま、別件で一瞬席を離れています。ペチ、ひなペチ。ペチの代わりになんと、はい、スペシャル。誰だろう、誰かな。かわいい、コリコさんかな。コハクでーす。なんだ、コハクでーす。でかくなっちゃった。でかくなっちゃった。後ろからサムーって声がくる。まあ夏だからね、冷えるに越したことはない。大事。最初はグーじゃけぽい。最初、あの、ごめん、持ち上げ混ぜてあげて。あ、混ぜてた。これパー。あの、おもじゃりさん、あのカメラ気にして、もうちょっとこれパー。やすさんが背中になっちゃうから。これグー、これチョキ。オッケー。あ、せーの、最初グー、じゃんけんぽい。最後でしょ。負けちゃった。チョキ負けちゃった。はい、最初グー、じゃんけんぽい。弱い。3番目、3番目、最初グー、じゃんけんぽい。1番、2番、3番。あ、もう始まる。はい、始まる。もう先にスタートする。スタート。あんなうまいんじゃん。はい、あ、よし、あ、通常モード。あー、やばいやばい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、あー、痛い、ちょっと。喋るね、愛してもよい。愛してもよい、皆さん愛してもよい。できる。ありがとうございます。あ、シールが。さあ、よっしゃ、これ難しい。12700ね、ほんと難しい。分かんなくなっちゃう。よし、行きます。ってなっちゃう。3、2、1、スタート。あ、間違えた。後半の方が有利だね。そうですね、これじゃんけん負けた方が良かったみたいになってます。さあ、なんとここで1位になると、はい、持ち上げから何かがあるかもしれない。わーい、これ何のそれ。あった。やばいやばい、ここから難しい。ありがとう。もう難しいよ。さすが。あー、でもこれは、あ、でも見ちゃったけど。フェニッシュ。あれ、これいいんじゃん。これいいんじゃない。めっちゃ自動。いいんじゃない。45位。18248。暫定1位。暫定1位。ちょっと写真撮っとこう。さあ、新打ち。頑張ります。やっさん、新打ちなのか。よし。な、何ポイント、何位で、何位を目指しますか。ありがとうございます。はい。食い気味で1位といただきました。18248だよ。2位。本当だ、1位の人4位。さあ、ノーミス。あ、あ、間違えた。おい、おい。あれ、あれ、これ、皆さん見てください。これが1位のプレーです。いやー、不甲斐ない。不甲斐ない。
ます。ありがとうございます。もじゃげチームとしてね。1位と2位はチームサトシ。余裕だね。余裕だ。多分もじゃげとさきみの点数合わせると2人の合計点より上に行くから。頑張ってこはきゅー。よし。あ、何やってるの？もじゃ。なんかちょっと集中してません？なんか知らない間に。もじゃげさん、これチャンネル。面白くないと見てくれない。忘れてた。面白いこと言わないと見てくれない。ちょっとみんな黙ってもらって。おはきゅんの代わりですよ。勝ち呼ぼうね。キュンキュンそしてもうキュンキュン。おなんか集中。絶対初見じゃない。初めてじゃない。これ練習してる。ちゃんとしてますね。みんなの喜んでる顔が見えます。味方すらあんま喜んでない。の何このもじゃげの中盤なんです。もじゃげチームが空気読んでないためもじゃげチームの勝ちです。なんですと。やったね。じゃあ何も買えないじゃん。だってもじゃげ3万、もじゃげチーム3万9000のもじゃげが勝ったか。何ももらえないよ。もともと何も用意してないよ。きっとみんなサトシチームがステッカーもらえたからまあいいか。ステッカーもらいました。ステッカーもらえたからいいか。夏バージョンの6円。本当だ。すごいね。やったね。やったね。これゲームは確かにもらえないですか。そうっすね。東京都最近私絡んでるって言ってる上にたまたまに全然ハマってなかったのを懺悔しよう。見てた。頑張りなさい。ブレフロ公式チャンネルに出ているサマナーガールズにもかかわらずブレフロのトップ高橋さんの下の名前を誰一人知りませんでした。かわいいは正義。携帯置いてます。大丈夫？懺悔終わった人みんな嬉しそう。嬉しそう。あ、よかった。懺悔できてよかった。ちょっと待った！大丈夫です。告白します。今回のプレフェス2016、大阪と東京にしか参加できなかったことをお許しください。理由はこの度8月16日付き合った彼女と入籍して、そのためブレフェスをないがしろにし彼女を優先したことをお許しください。おめでとう。ジョニー本日もお越しました。ありがとう。ジョニーありがとう。
以上、グレナマランネスでした。ありがとうございました。いただいてね、本当にありがとうございます。あ、なんか服部さんになってません？ちょっと半分服部さん、半分服部、うー、結婚しました。疲れた。はい、皆さん、はい、今からこちらお願いします。なんだこれは。上級召喚士認定試験。何それ。のみんなとなる。これはですね、会場中にですね、ヒントがあります、はい、ありまして、で開くとですね、問題がありましてですね、ヒントを見つつ問題に答えていく。おで見事全部答えると、後ろ認定式、あ、入り口、あ、ここで取れるんだ。上級召喚士としての認定を受けられる。入りたい。今からそれを目指してやりますよ、はい。ステージから応援されてますよ。頑張りますで、ね、ジョニーさんがいろいろ案内してくれそうなので。お願いあれ、服部さんだった。案内します、ジョニーです。ジョニーさんはもう大阪の会場で上級召喚士になってます。もうクリア済みだ。この中も何があるか全て分かってる。じゃあもう後から教えてください。謎解きやねん。ドラドラドラ変わってた。謎解きやねん。行きましょう。レッツゴー。レッツゴー。B コーナーに、はい、やってまいりました。1個目に連れてきましたよ、皆さん。いや、自分たちできました。近かった。認定所すぐそこじゃん。目の前や。ここはステージコーナーのパネルを調べる。ステージコーナーのパネル、ここ、うん、ステージコーナーのパネル、これじゃなくて、これがそういうこと。ステージコーナー兼のパネル。あ、なるほどなるほど。夢、あ、いい、いん、いちのち、今年、腰。さあ、一番最初に分かった人は、はい、はい、もう分かった？え、早くない？え、分かった、分かった、はいはい、どっち？はい、はい、夢は漢字に夢、愛は愛ってなってるってことは、この本は、本棚とかの本で、音は音でしょ。で、下の青くなってるのは真ん中の文字を抜いてくださいってことだから、こう爪で真ん中の運を抜いて骨じゃない。すごい、すごい。 OK、 同じこと、同じだった、うん、同じだった。まず野菜1ポイント、イエーイ。ポイント覚えといてよ。ポイント貯まることになる。あとで何かになる。なるほど。何もならないかもしれない。はい、すごい、やっぱ4人でやると早いね。早い、めっちゃ早い。なんか解決してもらおうと思ったけど、協力プレイでいこう。協力プレイ。よし、よし。じゃあ次に。次お願い。次に早速案内しますよ。さあ、ドン・オッティがただいま衣装直しをしております。なんかちょっとドン・オッティ今日雑じゃないですか。もう最後なんで。スーツじゃないじゃん。スーツ着てこようと思ったんだけど、クリーニング終わらないから。クリーニング。ナミさん。ナミさん。ナミさん。スーパースタイリストです。ヘアメイク、何でもできます。素晴らしい。信頼のおけるあのメイクさん、スタイリストさんなので、もしよろしくお願いします。大丈夫です。ゲームギフトに請求書送ります。キュー。新しいね、今。キュー。はい、2カ所目、はい、C、はい、手元の魔法陣を重ねろ、はい、人狼ゲームコーナーにあるパネル、ね、これを送りやすい。はい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 、サトシ全員も分かったって、はい、サトシも全員も分かった。じゃあ1カ所下ろしてください。分かった人、はい、ヤサ、はい、答えはミズルス。おお、ミズルス。同じように考えた人、はい。あ、じゃあここはみんな1ポイント、全員ポイント、1ポイント。じゃあジョニーマイナス1ポイント。ジョニーなんで？マイナス1ポイント。はい、次行きましょう。はい、次行こう。さあ A の前にやってまいりました。それでは用意ドンでいきましょう。はい。じゃあジョニーさん用意ドンお願いします。いきますよ。
よーい、ドン。このマークを目つぶせ。みんなもっと女の子らしくバチバチ行こう。バチバチ、仲良く行こう。バチバチ、女の子らしくバチバチって。闇を見た、女の子の闇を見た。え、めっちゃいっぱいある。さあ、分かった人から挙手ですよ。なになに、あ、なるほどね。あ、そういうことね。さあ、これ尺がだいぶ時間かかりますよ。ジョニーさん、ここでジョニーの宣伝タイム。はい、早い、はい、宣伝妨げられた。はい、はい、はい、ひとみ、はい、ひとみお願いします。くそ、お、あー、どうしよう、ほんまや、くそ、あ、せかった。あの、ちょっとじゃあお願いします。あの、全然さっきのなんか首の辺クンクンってやってから、それボタンお願いします。どうぞ。わかった。はい、どうぞ。くそ。なんか今この辺で聞こえたの。正解。正解。正解。塗りつぶす速度の話のような気がするけどね、これ。みんなも分かったかな。分かった。オッケー。遅かった。遅かった。ちゃんと塗ってない。ちゃんと塗ってない。ほんとだ。ひとみ1ポイント。3ポイント。これ2ポイント。2、やすさん2、ひとみ2、あとはポンポツ1、1、はい、ポンです。ポンです。ポンです。本当のボンボツでした。D の前にやってまいりました。はい、はい、途中に始めてるけど本当だね。あの、まあいいや、やっとけ。シャッペだし。ゴー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 。なんか音がないと寂しいな。全然音ない。ジョニーさん、宣伝タイム。宣伝タイム。ゲームギフトや毎月プレゴルのギフトと壁紙配ってるよ。はい、すぐ名前忘れる。姉ちゃん。はい、姉ちゃん。アクルス。アクルス。あ、あ、多分正解。多分正解。確かそんな感じ。確かそんな感じ。あ、アクルス正解でもやめてもらっていいですか。これ探す。アシカ覚えてなかった。ペチに、ナペチに1点。1。ペチ1。今でしか思わなかった。今のところ、サキミだけ。サキミだけ1点。さっき頑張ったからいいもん。残りのメンバーは3ポイント。3ポイント。あ、違う、2ポイント。2ポイント。ダメ。ちゃんと知った。具が見えてる時の方が雑やん。グー言うな。グー言うな。具が大きいっていう。分かったって言えないって。分かった人。正解をね、導き出してくれ。ひとみ、分かった？あ、分かった。はい、分かった。はい、先にどうぞ。あ、言っていいのかな、ここで。ここで、ここで、みんなが。ミミック。そういうシステムだった。初めてのシステム導入。どう？こうちゃん、正解？待って待って。聞こえた？分かんない。あ、ジョニーさん。ジョニーさん。ジョニーさん。はい。正解。イエーイ。雷でしょ？次、分かった人。なんかね、聞こえたんだよね、若干。若干聞こえた。ジョニーさんに。はいはいはい、はいはいはい、ジョニーさん。はいはい。で、違った、アクション。違う、違う。はいはいはい、ちゃんと考えずに、ちゃんと考えずに。あ、正解。はいはい。あ、違う、お前のせいに行きますから。トントン。トントン。トントン。え、これ考えなきゃ、え、今のほんま。考えなきゃダメって、どういうこと。考えなきゃ。ダメでしょ。こっそり聞こえてくる音だけで。あと5秒。4、これ2、1。はい、残念、マイナス1ポイント。ではこういうことです。え、分かった。マイナス1ポイント。分かった、分かった、分かった。はい、どうぞ。もうダメです、マイナス1ポイントでしょ。はい、正解。正解。さあ、今ただいまの得点、さきみ2ポイント。はい、2はあって残りのメンバー1ポイント。2マイナス1。でも当てた。あ、プラマイゼロ。プラマイゼロじゃない。1番に1ポイント。 2のままで2。なんで、何が。ちょっと待って。大逆転勝利にしたいじゃん。頑張ろう。大逆転勝利にしたいじゃん。サトシ頑張ろう。じゃあ最後は行こう。最後もう1個。 F どこ、 F どこ、 F ここ、 F ここ、 E どこ。サトシによる無茶苦茶なルールで、ただいまさきみだけ2ポイント、残りのメンバー1ポイント。
さあ、そのむちゃくちゃなルールにより若干メンバーが不機嫌なような気がします。さっきよりなんか笑顔が少ない。え、どういうこと、どういうこと。謎解きが面白いだけですよ。サッシの中にいるサッシを数えて。あ、ちょっと待って、そういうことじゃない。はい、むちゃくちゃ。違うんだよ、はい、うるせえな。怖い。すみません。勝った、なるほどね。サトシさんですかね、バチバチやり合いって言ったの。すごいな、すごいな、これ勝手にみんなバチバチ、勝手にみんなバチバチ。分かった人。 あ、間違えた、解けた人、解けた、間違えた。待って、じゃあここ解けた人、なんと4ポイント。え、頑張る。リバードでやったな。リバードでやったな。え、まだ冊子の中にいる。え、冊子の中にいる。あ、こっち、いっぱいいる、もうそこら中にいる。こっちか、え、こっちか、うわ、こっちか。あ、わかった、はい、早い。じゃあ、ジョニー確認。ジョニー確認、はい。え、バンドラゴラ。はい、はい、正解です。イエーイ。いや、まあ、最後までやんなかったけど、わかった。まあまあ、半分ぐらいやればわかるようになって。わかりました。これはもうね、ぶっちぎりですね。雑魚。ごめんなさい、ごめんなさい。あれ、なんかいる、なんか。あ、わかった。また。中身が来た。中身がいる。話した。わかった。やっと見つけた。ラジオ兄さん。はい、はい。はい、正解です。イエーイ。やばいか。絶対違うんだけど。やばい。いや、かわいいか。絶対違う。何これ。え、あ、分かった、これは。もう分かるでしょ、そこまで言ったら。ブレイフロムキャラですよ。でも、これも知る。まあ、あ、こっち正解、こっち正解。これ面白い。あいつザコいやつなんだよね。それこいつだ。でもね、違うんだよ、違うんだよね。違う、な、あ、なんだ。あ、数え間違えててね、名前が出てこない。え、そう。ヒントあるよ、あの中に。ヒントあるよ。適当に決めたよ。あ。はい、正解でーす。よかった、イエーイ。君4ポイント、安さん3ポイント、ペチ2ポイント、ふさぎどうしようかな。あ、また最下位。あら、嘘。いつの間に。1ポイント。イエーイ、1ポイントゲーム。イエーイ。はい、覚えてますか、自分のポイント。覚えてます。6 6 4 5 5覚えてない。6、4、2と1だから 3 6、4、3、2。はい、覚えておいてください。はい。で、これを使ってここ。あ、ここだ。あ、じゃあ、一旦できましょう。すみません、お邪魔しました。6つのワード、ここ、ここね、今まで答えてる。あ、はいはいはい。キーワード、1、2、3があるから。今、ジョニー使ったの誰。ペチジョニー使ったの。ジョニーマイナスジョニーが言ってです。どうもさすがにびっくり。どうもびっくりですよ、サトシさん。え、どうもびっくりのルール。何そのルール。うちはスパルタだから。いい、これ何これ。甘えたことを一瞬でも入れたんです。分かった。あれはファンキーファンディングしてる。そんなことよりですね、今あのみんなに報告があります。はい、はい、気づいてましたか、モジャゲが登場したの。あ、違う、間違えた。え、本当ですか、どこですか。聞いてねえし。あれ、まず一人しか聞いてない。そう、まずすげえ優しい子が一人いた。本当に褒めてほしい。でもあの映り映えの方を意識して今気づかないふりしてるんです。あれ、私あの D 自分で全く考えなかったが D の答えが分かんないんだけど。カンニング、あれはありません。あそこはね、チームだから。最初からありました。2チームなのにこの2人全然協力し合う。あれ、F の答えなんだっけ。 F の答えは、あ、 F、 これ F がこっちか。あれ、合成。あ、分かった。あ、分かった。はい、どうぞ。はい、言っていい。はい、どうぞ。カルマ。本当だ。あれ、違う。カルマだった気がする。
取るまで合ってる。合ってることにしよう。はい。本当？多分合ってる。正解。イエーイ。なんでなんでどこ？あ、こっちか。全然分かってない。あなたのペアの人大丈夫？ちょっと。そうだね。そう。骨をね、合成すると歯が、ほら、歯ができる。草と、あ、これや草と、あ、本当だ。あ、やっと分かった。あ、せー。うん。おせー。じゃあ、ヤさん何ポイント欲しい？1ポイント1でいい？謙虚だね。はい、2ポイントゲット。はい、2ポイントじゃあ、上級召喚順に行きますか。行きましょうか。あ、ちょっと待って、ポイント整理しましょう。今何ポイントですか、はい、チームもじゃげ6チームもじゃげ3+6は9 9ポイント9ポイント、はい、チームサトシ。あ、私も6私が28お迫ってまいりました。1ポイント差。雑なルールから言って足を引っ張っている。むしろチームもじゃけ勝ってた。むしろもじゃけ勝ってた。じゃあ一旦その答えを持って報告に行きます。はい、行きましょう。はい、はい、ありがとうございます、はい、ここで正解するとダイヤ5個もらえます。本当、はい、ほらみんなダイヤ5個もらって。本当だ、にロッキーダイヤ5個もらってみんなそこでね召喚ができる。あ、嬉しい。本当に召喚できる。あ、え、アコで召喚するの？何を召喚するの？え、これ何召喚？あれで召喚してなんかあるんじゃない？このあれでも幻想進化とか。え、何？なんだ。しかもちゃんとアクラス、あれアクラス召喚員の服の人だね。ね、かわいい。コスがね、素晴らしい。かわいい。じゃあ開始します。よろしくお願いします。じゃあゲートで召喚お願いします。はい、お願いします。で、こちらですね、はい、召喚の結果割れなかったけど割れる？難しいですけど割れます。あー、どうぞ。見た、あ、これだ。だからやった。おめでとうございます。はい、じゃあ次私が開始します。新しい問題です。新しい問題を、え、新しいルーペをお貸しします。後ほど回収しますので丁寧にお使いください。ありがとうございます。いってらっしゃいませ。そういうことか。じゃあ次は私が行きます。召喚次、はい、次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 、こちらの方ですね、後ほど回収しますので丁寧にお使いください。どうかな。お待たせしました。エゼル、いらっしゃいませ。エゼル、素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。エゼルゲット。でこちらですね、召喚のゲット。後ほど回収しますので丁寧にお使いください。ユニットの方はこちらの方で召喚してください。頑張ります。この制服はどっかで買えるんですか？はい、では改めて買いませんよね。やだ、売ってたら。おめでとうございます。こちらですね。お、マグロス。マグロス。新しい。新しいユニット。新しい。こちら次の問題になりますね。わかりました。新しい問題のためにこちら召喚師のルーペというものをお持ちしております、はい。こちらですね、後ほど回収しますので大切にお使いください。わかりました。はい、お待たせしました。いってらっしゃいませ。ありがとうございます。できます。できます。はい、ということで1回答えたから2周目。2周目。2周目が始まり。キューターン。次にみんな誰ですか？私中。私ランセル。みんなバラバラ。みんなバラバラ。出た、さっき召喚で出たキャラによって問題が変わってくると。カンニングできるじゃん。できない。俺はそういうことなんだ。なるほどなるほど。問題が出る場所も違うから行き先も違うね。そういうことだ。ちょっとそれに注意して。私 F だもん。え、私 E。みんな違う。 E ってどこだ。ってことこれ順番に。大丈夫大丈夫。順番にバラバラに。一人ずつ行く。みんなで行った方がいいか。じゃあ行こう。よい、読んで行きます。近いところから。どっかな。これ覗いたら誰が一番近い。私 C。 B の人。 B はいない。 B はいない。 F。 F。 じゃあ反対側からだから D の方が近いかな。 D。 行きましょう。行きましょう。 OK。 はい、レッツゴー。レッツゴー。はい、C の前に到着しました。到着しました。はい、行きしました。C のカードを持ってるのはランセルを引いた私、サキミーです。でーす。召喚師の
のルーペで C のパネルを除き、2Aの先を読め。見える見える。お、はい、読むの、はい、待って、みんな見えるの？あ、でもね、問題見える、問題知らないからわかんないけど、やばい、なんか見える、やばで、見えるよ。あ、でもだからか、なんか若干鼻が、あ、わかった。皆さん、これミエルの先を読めだったんで、答えは絆。これのフィルターを通してレンズとしては見えるの？見ます。はい、ありがとうございます。さあ、続いてえ、これ待って待って、ラストワードじゃない。でもモンスターを2回合成して赤い絆。それ最後に取ってきましょう。はい、回りましょうか。回りましょう。え、最後に取ってくんだ。なるほど。はい、 D は私です。エゼル引いたふるさきです。そう、デデデデ、答えられるかな。プロっぽい。あ、てか、あ、私ここ全く分かんなくてサボったところだ。あ、初めの問題。え、だからどうすればいいんだ。え、やばい。え、これ私なんで D 引いちゃったんだろう。あ、なるほどね。え、どういう、え、これどういうこと。4、2、4、2。あの、ひとみんの問題を見ないと多分わからない。あ、そっかそっか、私わかった。あ、そういうことか。え、ちょっと、私わかったよ。ヒント出してあげて。本人より全員わかっとるやん。ループで D のパネルの上から読め。なんでこの流れ。ねえねえ、これ、これが、こういうことですよ。こう、こう、こうだから4、なふ、あれってことだよね。あれ、あれ、おい、古崎、あ、やばい、もう、ごめんなさい、マジで分からん。え、じゃあ、B の答えを誰かに聞いてくれ。まず、はい、4、2、4なので、4がまず木なので、木じゃないですか。木？なんで木なのかも分かってないよ。ここ4と3で、あ、木、あ、木、こういうこと。そうなんですよ、木、木を木って読むので、はい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 、最初と最後が木なんですよ。あ、分かった分かった、違うよこれ。え、違うの？三日月じゃん。うん、あ、で、三日月の4文字目だから木なんです。あー、なるほど。だからこれが鍵、次2か、上から読めだからこっちか。だからこれ、しずくの2番目だから、ずだ。きず、ど、き、きず、きず、あ、ここがずね。かぎ、で、ここ、あ、な、ここ入ってる。いや、全然わかってない。本当にわかってない、本当にわかってない。確か鍵穴だから、はい、鍵穴の何番だ。4番。だからな、な、なだ。きずな。そう。あれ？一緒だ。あれ？一緒だぞ。お、あれ？おかしいな。あれ、おかしいな。おかしいな。おかしいな。もしかして。そういう答えに導くようになっているのかな。あれ？じゃあ次の問題チェックしに行こう。なんか急に新しい。新しい。新しいな。持ってき方が。すごい面白い。でもこれ面白い。いや、え、マジ D に至っては本気で言うかな。な、え、全くない。面白い。え、その人。はい。はい、ただいま F、大変混み合っております。混み合っております。混み合っております。こっそり。頑張ります。その答えがどうなのか。どうなのか。問題はとってもシンプルなので。夢の間を見る。おお。あ、夢が。見えた。見えた。本当だ。見えた。さあ、今この隙に。一人がもう私終わったんで記念写真撮ってきます。セリアと記念写真撮ってきます。すげえ、やばい。あなたが言うのはおかしいでしょ。ジョニー注意してきて、はい、ちょっとお前面白いってフリーラブすぎやで。今注目されてますよ。セリア大好きなの。どうしてベルベット。はい、じゃあ持ってきましょう。なんでね、あいつはやるやろ。じゃあこっちの答えに戻りましょう。はい、はい、夢の間を読め。夢の間に絆がありました。いらっしゃいました。いらっしゃいました。おめでとう。でもまだわからない、はい、まだわからない。もう一個あるから。もしかしたら違うかもしれない。いいよね。なんかみんなもう和気あいあいしてるけど。 E はあっちかな。 E に向かいます。行こう行こう。行ってきます。
さあ、すべての、ね、ひなべじみんなの答えが本当に一緒なのかどうか、はい、なんかみんな絆とか言ってるんですけど、そんな絆なんてみんなすごいいい答えなわけないじゃないですか。早く見ろよ。行ってきます。はい、みんな終わったってますよ。何言ってるか大丈夫か。あ、大丈夫っす、大丈夫っすよ。なんか遠目から見てる。ペチは大丈夫だよね。任せて。この企画のとこに頑張ってみました。なんかこういうのが書いてあったんですよ。これでここに当てはめていったら本当になんかこういう感じでした。それね、最後の答え合わせしなきゃいけない。じゃあそれをね、多分時間かかるから。え、認定ちょっとこっち、こっちのシーエスカリオ時間かかる。え、嘘、これが答えじゃないの。この答えが一番最初に分かった人、なんと100ポイント。やばい、絶対驚かないし、えとか言ってくる。あるあるだ、あるってますよ。あるあるな感じで、みんなの持ってやった。ハットリさん、ありがとう。でもう用なしなの。ハットリさん、ありがとう。ハットリさん、ありがとう。ハットリさん、この丁寧さがハットリさん。そう、それとりあえずまず貼るとこ貼るか裏面貼れるんですよ。あ、本当だ。持ってると大変だ。違う、ここじゃないの。いや、さっきの縦だ。こっちだ。あ、めっちゃシール、めっちゃメモしてた。そんなに？きなり、きな。え、違うの？いや、それじゃ、それじゃないよね。好きなようにやっていいよ。もう私は諦めようかな。早い諦めが。え？早いな。多分わしいい線いってると思うんだよね。モンスターを2回合成して赤いホニャホニャを作り、剣の先を先埋め、剣の先。あー、ちょっとできた、ここまで。もう、さっきみんなに寄ってる。打てない。は？みんな動き出した。みんな動き出した。大胆に動き出した。どこだ？できた。その後？その後剣の先。剣どこ？剣探して、今探して。おっと、さきみアドバンテージかなり取ってるよ今。さきみ今剣の先。マジで？あ、でちょっとチラ見して。これ？あ、できたっぽい、できるっぽい。全然わかんない。読めましたけど。剣の先いっぱいない。100何ポイント。最後のね。100、まあ100ポイントオーバー。100ポイントオーバー。モンスター。分かった。じゃあジョニーズチェックが。モンスターにとらわれない方がいい。ジョニーチェック。ジョニーチェック。あ、待って、書きます。わかる。はい、正解でーす。うんち？ちっちゃい。これですよ。赤を意識的に全部順番とか関係なく読んじゃった時です。これは。さて、チームポンコツこと、チームポンコツことチームサトシ見ちゃいます。この綺麗にできた絆。やべ、全然わかんない。乗ってた、絆に乗ってた。これはね、でも折らないとダメっていうのがヒントかな。絆になってた、なんかこれ見ても多分さ、わかんないと思う。高みの見物完全に高みの見物。あんなにクイズ得意だったのに。ちょっと闇を倒れる気がするんだ。人見不器用だから。人見なんかね、できないと思う。人見まずさ、あの完全にした時の機種の方を作ってみたら。糸編あった。糸編、まあ、そこ行ってるうちに絆はできました
ね、あ、二人なんかこっち絆じゃない、なんで梅の色汚い、なんか違います、なんでそんな汚いの、なんでそんな汚いの、なんでそんな汚いの、なんでないよ、折り足りてない、できてないよ、こっちがなんか無理やり、なんか一個足りない、なんか汚い、全然絆だってあるし、読もうと思ったら読めるみたいな、読めないよ、この2人で繋がんないから、あ、分かった、分かった、おっしゃ、剣の先、次は剣の先、次は剣の先、分かった、剣の先はね、分かった、俺がいらない、ずーっとだ、ずーっとだ、ずーっとだ、そうですね、はい、正解、あ、正解、面白い、すごい、狐になってる、なんでそんな武器を買うの、すごい作っといて天才、めっちゃディスって、仲いいな、なんでそんな武器を買うの、ちょっと、もうちょっと、ほら、絆はできたよ、なんかね、ここいない、ここだよ、ここ、もうちょっとここ、もうちょっとここ、こう、腹の、腹の、ほら、こう、こっちに合わせるの、でほらここがさ、ちょっとさ色がついてるから、こうやって合わせます、でここもずれ、ずれてる、なんでこんなにずれるの、でもほら読めるようになったよ、ほら、あ、ほんとだ、ね、う、それだけじゃないんだよね、なんで一個だけ読んだの、あ、ゆき、ゆう、絆、ゆう、マイカ、マイカある、マイカある、刀探して、刀、マイカ、こっちじゃないよ、下の方、その目、その目、目は同じだよ、大丈夫だよ、目同じ、下の方だよ、下の方だよ、下の方だよ、あ、あったあった、めっちゃ時間かかった、勇気、そんなことない、イエーイ、お疲れ様です、お疲れ様です、いやー、疲れた疲れた、さあ、じゃあこれでね、ようやく任天堂に行けるわけです、その前にこちらでやったゲームの結果発表、あ、ぜひ、サトシポイント、発表いる？みんなもう行こうよ、もう一回、発表とかとっても大事だと思います、よし、もう行こう、ほら、結果が全てって言うでしょ、はい、うるさい、うるさい、あれ、うるさい、あれ、うるさい、ペチ、今回は、まあ、ペチが優勝、イエーイ、おめでとう、イエーイ、ポイント、その他、もろもろはなし、え、残念、私ね、結構頑張って、ね、ドベも一緒、イエーイ、嘘、おばさん、こんな優勝した武器おばさんと一緒、武器おばさん言うな、優勝したペチには、なんと、おなんと、物販から好きなもの1個、やったジョニーが、やったジョニー、びっくり、聞いてないよ、はい、聞いてないよ、言ってないもん、言ってせめて言ってということで、ありがとうございます、じゃああと1個だけ、ジョニーも物販並ぶ予定だったんで、あ、やった、じゃあ一緒に並びましょう、一緒に並びましょう、はい、じゃあ認定所に行きましょう、行きましょう、ちょっと待って、やりすぎて足がしびれてたんで、どっちの足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 、やめろ、お前長いな、やめろって言わないから、じゃあゆっくり行きます、大丈夫、じゃあもちろん答えを教えてください、お願いします、素晴らしい、嬉しい、ありがとうございます、めっちゃ嬉しい、お兄さんの方は、お兄さんが一番嬉しそうだ、そう、おめでとうございます、ありがとうございます、はい、お願いします、はい、お疲れ様でした、じゃあこちらからのご案内になります、おめでとうございます、素晴らしい、よっとコメント取り付けました、どうぞお過ぎください、はい、お願いします。はい。おめでとうございます。イエーイ。ありがとうございます。楽しい。おめでとうございます。これであなたも優勝感じです。あ、出てます。はい。あなたは、こちら、お持ち帰りを飲みますね。あ、ぜひ、お持ち帰りを飲みます。お持ち帰りを、ぜひ、家でチャレンジ。エイジさんからの、エイジさんが手書き、本当だ、中に入ってるものもらった、説明書、問題用紙6種もあるよ、まだあるよ、お話上級召喚士になったぜー